今までで一番、あのホールにもう一回やりたいってホールあります？どうだろう。いや結構もう本当にパイプオルガンって一台も同じ楽器がないという楽器で、なのでここが好きとか逆に言っていられないというか、そこにある楽器のをいかにこう毎回一番いい状態で聴いていただくかっていうのをリハーサルの時にこう向き合って、人間みたいなもんで、こう初めましての人と一緒にこういい公演を作るためにリハーサルの時にお互いのことを知るじゃないですけど、私が楽器のことをよく短い期間でいかに知れるかっていう戦いの時間みたいのがあって、で楽器が一番こう得意な音色とか歌いたいように歌わせるように、なんか毎回が新しいです。どこ製だろう。国っていうよりかは性格的にこう柔らかめの性格の楽器だとこう音色作りが結構スムーズにいく。で結構強めの楽器だと気を使うっていうか、オルガンを作るオルガンビルダーさん の, 生まれた国だったりとか様式感ですね。例えば北ドイツだったらすごい鋭い音、やっぱりその地域 の, その住んでる人たちの気候だったりとか性格だったりとかが結構反映されていて、北ドイツ様式っていうと結構こうシャープな感じだったりとか、その厳しい冬の寒い感じだったりとか、イタリアだったらこうパッパッと明るいような、そうすごい明るい音だったりとか、フードに影響してるんでしょう。かなり、されますね。だから日本に来て若干性格が変わっちゃうってこともあるかもしれませんね、こういうアナログの楽器だから。そうですね、もうそれこそ湿度が、結構具体的に言うと湿度が高いので向こうに比べて、パイプも参っちゃってるパイプもあると思いますけどでもだんだんその日本の気候に馴染んで、ヨーロッパから持ってきたけれども日本風にこう変わっていくっていうこともあると思います。パイプは気温によってその冷たくなっちゃうとどんどん音が下がっていくし、温まるとどんどん 上に音が上がっていく、ピッチが上がっていくので、この大きい楽器だと特に下の方にあるパイプとすごい上の方についてるパイプが、こういう夏とか暑い季節とかだと上がすごい暑くなっちゃってて、で下がこう冷房とかで冷えてるとすごいピッチの差が生まれて、あれでしょ、そうなんですよ。だから同じドでもなんかこうちょっとドみたいなちょっと違うドとドが あって、それを一緒に合わせるとこううねり始めるっていう現象が、それはやりにくいって感じです。どうなんですか。なんかその気温をすごく一定にしてちゃんとしているっていうところだとそういうことは起こらないんですけど、ヨーロッパは教会にやっぱりある楽器 で教会がそんな年中気温を一定に保っているかといったらそんなことは全然なくて、やっぱり外気とともにというかそんなクーラーとか入ってないので、もともとがそういう自然に任せてある楽器っていうところもあるので、だからピッチがずれてるからちょっと嫌だとか、それも言ってられないという楽器です。もともとのパイプオルガンのための作品っていうのはもちろんたくさんあるし、教会の礼拝で弾かれるような曲はやっぱりすごく合うんですけど、私がこうパイプオルガンに惹かれていった理由っていうのが、このいろんなパイプがあって、いろんな楽器の音が出せて、それが一人で操れるっていうところで、一人オーケストラ
一人吹奏楽みたいな、その鍵盤付きの管楽器っていう捉え方をしていて、でその管楽器がもう何千本もパイプがあるので、それをなんかもっとたくさんの人に分かってもらうにはどうしたらいいかなと思った時に、みんなが知ってる曲で、あれ普段これってオーケストラじゃないっていうのを、あれ一人で弾いてないっていう、そのなんか驚きとかそういうものを伝えられたらなと思ったところから、はい、ここは実は学生の頃から足しげく、はい、通って弾かせていただいてて、というのは東京芸大の学生が3年生からかな、ここでプロムナードの無料のコンサートっていうのをみんなで持ち回りで弾かせていただくっていうことをずっとしていて、なので、まあ、逆に言ったら学生の時にこの規模の大きな楽器で一人でコンサートをやるっていうのを初めてここで何回もやらせてもらったという、まあ育ててもらった楽器ですね。これのノブがあるじゃないですか、はい、これはどのパイプを鳴らすかっていう調整ですよ、はい、その量も調整できる、これはオンかオフになっていて、はい、風を起こして、で風が各パイプの下まで今風が来てるんですけど、これをこうストップ、まあ、このノブのことストップって呼ぶんですけど、今風をストップしてる状態 でこの風を解除するためにこれを引っ張るんですね。そうするとまあ、これオーボエって書いてあるんですけど、オーボエという名前のパイプ1列に風が行くように今パカッと風の道が、はい、1列道が開きます。でさらに鍵盤を押して弁を開けてあげることで、やっと風が入る。これ閉じちゃうと風の道が開かないので音が鳴らない、まあ、これだけあって、でしかも今1本でもこうやって使えるんですけど、まあ、組み合わせでどんな組み合わせでもまあ使えるので、で曲の途中で何小節弾いたらこれ足して、何小節弾いたら引っ込めてとかいうことをしながら音色をどんどん変えていくんですけど、ちょっと覚えてられないのでここにインプットして、そうです、リハーサルで覚えさせて、で呼び出しをするという、はい。これじゃあ曲によって1番から10番ってありますよね、はい、はい、それはじゃあ覚えてないとダメですか、少なくともこれは楽譜に書き込んでおかないとダメです、はいはい、下はだいたい低音系のタイプに音を鳴らすためのだいたい一番低いの入ってるんですけど、うん、でも低いとも限らず、そうなんだ、はい、そうですと、そうですね、一番低い音、低い音も出るけれども高い音も、なるほど、出ます。この間ちょっと聞き忘れたんでしたけど、はい、その丸いこれは、まあ、本当にいろんな機能がついていて、まあ、この上にあるのと同じものが手でも引っ張れるし足でも出せるっていうようなことですね、ほとんどが。いやー本当私演奏してる間何も見えてないのでそう、見てみたいな、見てみたかったなっていつも思うんですけど、今回特にですね初めてその映像を作り込んでいただく、その映像作家さんに作っていただくっていうのは実は初めてで、本当に私がこう弾く曲を聴き込んでくださって、であと私が持ってるイメージとか曲の、まあ、何色だとかこんなものこんな形が見えるとか、なんかそういうすごく抽象的なことを話し合って映像を作ってくださったっていうのが初めてなの でまだそれ見てないので私も楽しみです、ね、
もちろんその場にいないと聞こえない音みたいなものとか、オルガン、オルガン特にそうですね、なんかこう体に響いてくる低音とか、聞こえないような超音波みたいな、なんか高音とか、そういうものはこの場で聞いてもらいたいところではあるんですけど、ただオルガンって客席とすごく遠いところで演奏しなきゃいけなくて、いつもで何をやってるか見えないですね。で今まで見えなかったものが全部こう見えるっていう、その近くにカメラ置いていただいたりとかして、なんかすごい面白くなるんじゃないかなっていう、今までより何倍も。もうスタジオはオープンになってましたっけ？ちょうど、はい、先週にその楽器の調整が全て終わったので、やっとオープンします。一応防音対策的には最低限の防音はできている。はい、で最低限だと思ってたんですけど、結構ちゃんと聞こえないです。じゃあよかった。はい、まあ、だから夜中とかはやらない方がいいですけど、うんうん、でも昼間とかもそんな気にしなくていいぐらい。なんかそこでイベントとかはね、できるかもしれないし。そうですね、もうちょっと世の中が落ち着いたら、うん、なんかこんなところにパイプオルガンがあるはずがないっていう外見のところにあるので。じゃあまあこの辺でインタビューを取りたいと思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。